えと今回はですねあの概要欄ですね、まあ、概要欄の方が、まあ、ようやくですね、まあ、完成したという感じでしょうかね、あのまあ、自分でも何回か読み直しましたけども、まあ、ほぼ、うん、うまく完成できたんじゃないかと思っています。まあ、変更にすぐ変更でですね、まあ、ここまで至ってしまったんですけども、まあ、ようやく完成したんじゃないかと思います。 でまあ、これを読んでいただければですね、まあ、大体の概要はまあ分かっていただけるんじゃないかなと自分では思ってます、まあ、これでもまあ分からないっていう場合はですね、まあ、もう仕方がないのであの、うんまあ、これはもう仕方ないなと思いますただ一応分かりやすくですねあの説明はできたと思いますので、まあ、自分の中ではまあ概要欄が完成したということで、まあ、非常に良かったんじゃないかなと思ってます、まあ、これもですねあの まあメッセンジャーとしてはまあ一つの務めだと思ってるんでまあこういったまあ誰でも読めるように概要欄でまとめておくっていうのはまあ非常にいいことじゃないかと思ってますですからもし時間がある時にですねまた時々でもいいんで読んでいただければまた幸いだなと思ってますで今後もですねあのまあメッセンジャーとしてまあメッセージはどんどん上げていきたいと思いますまあとにかくあのまあ気付いたことはですね まあその都度動画にしてあげていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。まあ、とにかく概要欄の方がまあうまく完成したと自分では思っていますのでまたもしよろしければ目を通していただければと思います。え今日は以上ですありがとうございました